演武開演。どうも、私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら上位スーパーのカネトーネというお菓子を食べたいと思います。カネトーネってなんか昔見たアニメにそのキャラクターが出てきたような記憶があるんですけど、実際に見たり食べたりするのは初めてです。どんなお菓子なんだろう。出すのが初めてなんで少々ってことになります。見たところ巨大なマフィンというかスポンジケーキじゃないかな、マフィンというかパウンドケーキというか、そんな印象で丁寧にこんな風に包まれてますね。これはお祝いのどうとしておきますか。では甘酸っぱい香りが広がってきた。やっぱりマフィンみたいですね。このシューで包まれてることみたいに、シューが包まれてることといい、これもマフィンっぽい。ではその素顔を、その裏体を見せてね。ではちょっと切ってみましょう。中身がどんな感じになっているのか。はい、ちょっと割ってみるとこんな感じになってます。ああ、これしそうですね。ではいただき、いただきます。見た目はマフィンやパウンドケーキに近いかと思ったんですが、ここに菓子パンって書いてある通り、食感はどっちかというと本当にパンに近いですね。しかもサクッあっさりといってしまうのではなくて、ちょっと弾力があるもっちりとした生地、そしてそのもっちりとした生地に中に入っている甘酸っぱいドライフルーツの酸味がよく合っていて、とっても美味しかったです。パンをいっぱい食べたいという方にはおすすめできますね。自分もそれの一人なのでこちらの点数とさせていただきます。本当もっちり食べ応えがあって美味しかったです。雷よ、私ばかり当たるんや。どれだけ当たってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。